皆さんこんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの PR スタッフ大先生こと工藤です。本日もですね、火曜日のお便りコーナー早速ご紹介していきましょう。楽曲の管理ソフトを探しています。今までずっとソニー製のソフトを使ってきたのですが、複数のファイル形式を並べるような付け方には適していなく、ソフトの引っ越しか追加を考えています。 PC から USB ダックからヘッドホンという環境の予定ですが、おすすめの楽曲の管理ソフトありましたらお願いしますと。そうですね、まあ、僕はずっと iTunes を使っていて、 iTunes なんか使ってるのっておっしゃる方もまあいらっしゃるんですけど、やっぱり UI 的に洗練されていて、使いやすい部分っていうのはちゃんとあるんですよね。まあ、あとは僕の場合 MacBook とか iPad とか iPhone とかばっかり使ってるので、その辺の一律の管理のしやすさみたいなものはありますね。やっぱ無難なところで言ったら Hoover とかですかね。大先生こんにちは。先月秋葉原店でお見かけし、お声をかけさせていただいた時に、お便りコーナーへの質問の仕方を教えていただいたので、早速質問させていただきます。ついに待ちに待った E4000 と E5000 が発売されますね。所有のイヤホン8本のうち7本がダイナミック括弧ハイブリッドを含む括弧閉じという、ダイナミック信者の私としては待ち遠しくていても立ってもいられません。大先生は4000と5000どちらが好きですか？買うとしたらどちらですか？ジャズボーカル専用イヤホンを探しているのですが、所有の FX850 だと声と楽器の音が一体となって聞こえてしまい、 BA のニューフォース HEM1 だと声だけを抽出して分離よく聞かせてくれるのですが、低音の厚みが物足りません。E4000 か5000はこのジレンマを解消してくれますか？また他におすすめのイヤホンはありますか？大先生のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。E4000 良かったですよ。僕は E4000 と5000だったら、まあ E4000 かなっていう感じは、まあ好みですけどね、あって、やっぱり、スッキリ感よりもちょっと分厚いボリュームを求めてしまう傾向にあるので、そういう意味ではやっぱり4000好みですね。ボーカルはね、どうかな。ジャズを鳴らすんだったら、まあ4000かなっていう気は個人的にするんですけど、まああとファイナルさんってもともとボーカルの表現がめちゃめちゃ得意なメーカーさんなので、ジャンルとしてはね、相性いいような気がしますね。まあ今後 E4000、E5000 ですね、ご視聴できる機会も増えてくると思いますので、ぜひぜひ実際にね、お好きな音源で聞いていただいて検討していただければと思います。初めてコメントさせていただきます。最近ワイヤレスイヤホンを購入しようと思い、いろいろと試聴したのですが、 RHA-MA650 ワイヤレスとモメンタムフリートで悩んでいます。どちらが買いでしょうか？お答えいただけたら幸いです。どっちも買いだと思うけどな僕の好みで言ったらやっぱりモメンタムフリーかなって気はするんですけど、体感的な評価で言うと650好きっていうお客さん確かに多いですよね。まあ、好みとして打ち込み系っぽいこうカチッとした音楽、シャープな感じの音を好まれるんであればやっぱり650いいと思いますし、そうでないんであればもっとなんかこうアナログな感じの音とかを綺麗に響かせてくれるような柔らかい感じの表現がちゃんとするのが好きなんであればモメンタムフリーかなーっていうジャンルの好みですかね。その辺で選んでいただけてもいいと思います。大先生、私は数年前に廃盤になったオーディオテクニカの ATH-CK90 Pro Mark II を愛用しています。発売している頃は何回も同じイヤホンを買って不注意で断線してしまっても、他のイヤホンに浮気することなくこのイヤホンを使っていました。しかし廃盤になった今、他にしっくりくるものがないか探していて、家電量販店で後継機種だと教えていただいたオーディオテクニカの ATH-IM0 にも買いましたが、しっくりこないままこちらも廃盤になってしまいました。そこで今では ATH-CK90 Pro Mark II に類似しているものがあればもちろん嬉しいのですが、視野を広げてイヤホンを探していきたいとも考えています。スリップノットなどでパーカッション、特にタム、閉じの音が重みもありつつ、倍音の高音部分が気持ちよく抜けていくようなイヤホンはありませんでしょうか。自分がイヤホンに対してとても偏食な自覚があり、家電量販店の店員さんにも相談しても、理解してもらえません。この際理解してもらえなくてもいいので、パーカッションの鳴りがいい大先生のおすすめイヤホンを教えてくださいということで、ありがとうございます。パーカッションか、僕もね、もともとやっぱりそういうドラムとかそういう系のキレとか響きをすごく重視して音を選んでいた時期がありまして、その時に出会ったのがちょうど i80 なんですよ。なのでそういう意味ではゼンハイザーの i80、 今あったら S とか i60 あたりは結構いい感じに鳴らしてくれるかなって思いますね。あとはね、パーカッションの鳴りの良さだけで言ったら、同じオーテクさんでもソリッドベースとかの方が個人的にはいいんじゃないかって思いますね。あとはそうですね、モニター系だったらやっぱ今のモニターイヤホンで言うなら EX1000 とかの方が僕は好きかなっていう、現存してる中でですね、言うんであればその辺が好みですし、あとはモニター系シュアーさんとかで行くなら425とかの方が、中低音の気持ちよさはあるんじゃないかなって思いますね。
大先生こんにちは。 SE215 スペシャルエディションを今使っているのですが、そろそろヘッドホンデビューをしたいと思っています。初めてのヘッドホン選びでここまでお金を出す必要はないと思いますが、6万までを目安に考えています。普段聴く曲は女性ボーカルのロックやアイマス曲です。大先生の独断と偏見でヘッドホンとダップを教えてください。わがままですが低音重視のものをおすすめしてもらうともっと嬉しいです。長文失礼しました。まあ、ヘッドホンデビューということで、まあ、一緒にダップもっていうことであれば外でも使われるってことですかね。僕が6万円でヘッドホン選べって言われたら、まず出すのが T301 っていう、タゴスタジオさんっていう、タゴさんっていうね、音楽プロデューサーの方が作られたヘッドホンなんですけど、これはね、まず間違いないって言っていいヘッドホンの一つだと思います。まあ、ただ音色としてはフラットなので、そういうなんだろう、メリハリをすごく求められる方とはちょっとまたサウンドの傾向が違うかもしれないですね。まあ、あとはちょっとごついですけど、今 Z7 を買うというのも僕は全然ありだと思います。特にやっぱりローの鳴らし方のうまさはさすがソニーさんだと思わせてくれるところがあると思います。開放型だったら、まあ、それこそ僕が使ってるモデルですけど HD700 とかは結構いい感じの低音鳴らしてくれますね。まあ、ただ6万ちょっと超えちゃうのでそれはあれかなって感じですけど、その辺はかなりおすすめしたいですね。ダップはね、僕アイマス聞いて一番気持ちいいなと思ったのが QP2R っていうダップなんで、まあ、ちょっとこれも価格の張るものですけど、ぜひぜひ合わせてご検討いただけたらと思います。私の住んでいる地域、またその周辺にはイヤホンのようなお店がないのですが、もしカスタマーEMを作る場合、飛行機でお店に伺う以外に作る方法はないのでしょうか。耳の型作りも同様です。カスタマーEMに関しては、イヤホンのウェブサイトにてオーダーを受けたまることが可能でございます。で、耳の型インプレッションですね、これにつきましても、一応カスタムIM のそのウェブのページの方にも案内があるんですけども、お近くの補聴器屋さんとかでインプレッションを採取してくれる場所もあるかもしれませんので、もしよければそちらも参照していただければ役立つかと思います。質問です。音楽を Apple Music や YouTube などで聴いているのですが、その音楽の音質をよくできるのでしょうか。過去アンプやタップで。僕は全然Apple Music とかストリーミング音楽とか YouTube みたいな動画を見るときでもヘッドホンアンプとかかませることは多々ありますね。純粋にその入力信号に対して増幅を加えてくれるので、音自体はリッチになるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、ただこの音楽の音質を良くするという言葉の定義がなかなか難しいところで、もともとのそのソースの質自体は上がらないですけど、よく鳴らしてくれるというような感じでアンプをかませるのは全然ありだと思いますね。大先生にぜひ一度使っていただきたい音楽アプリがあります。リアルライブというもので、スマホに入れた CD 音源を日本各地のライブ会場の音響で擬似的に聞くことができるアプリです。臨場感が半端なくて、私はこれでアイマスライブの瀬戸り再現とかをしています。 Android と iOS 両方に対応しているみたいなので、大先生もぜひ試してみてください。感想が聞きたいです。これね、使ってみたんですよ。面白かった。すごいですね。 ZEP 札幌とかもありますもんね。だからね、あれですよ、僕が初めて行った大型のアイマスライブが ZEP 札幌の6なんですけど、ちょっとそれを再現して遊びたいなっていう風にも思っちゃいました。あとね、個人的にちょっとやってみて面白かったのが、スカルキャンディさんのクラッシャーワイヤレスっていう振動するヘッドホンですね。それを使ってやるとかなり臨場感がパワフルになって面白かったです。ぜひぜひお試しあれ。大先生、イヤホンの大先生の動画をいろいろ見てたんですが、なんとアイマス好きということで、自分もアニメは見ていないんですが最近聞くようになりました。もしやイヤホンの知識よりアイマスの知識の方がすごいのでは。で、私はリベリオンにすごくハマってしまい、そこからアイマスの曲にハマっていってしまいました。そこで大先生がアイマスを聞く最強の環境、ダップとイヤホン、ヘッドホンは何を使ってますか。また他に何かしてたりしてますかを教えてください。そして、ぜひおすすめ曲など熱く語ってください。ちなみに私はウォークマンとソニーの XBA-N3 で聴いてます。もう最高です。素晴らしい。僕がね、アイマスを聴くときは何使うか、まあ、タイミングによるんですけど、一番使うのがこれですね。CD を実際にやっぱり CD プレイヤーで聴くのが僕一番好きで、リッピングしてから聴くのもいいんですけど、なんだろうな、やっぱり CD 買ってきてすぐこうね、入れて聴くのが僕は一番好きかなって思いますね。まあ、ボダブル CD はこれ以外にもいくつか持ってるんですけど、それで聴いてみたりとか、まあ、あとイヤホンは初めて僕がアイマスに合うっていう目的で買ったのが IE80 だったので、 IE80 は今でもアイマス聞くとき使えますし、あとは最近だとカスタム IM が多いかな。 UE Pro RR をよく使います。
で、おすすめ曲か、X2N3 僕も持ってるんですけど、あのね、誠くんの曲が非常に合うなという印象でございまして、特にね、あの、絶剣あるいは逃げられぬ恋っていう曲があるんですけど、合ってるかな？合ってるかな？合ってた。ごめんなさい。絶剣あるいは逃げられぬ恋っていう曲があるんですけど、それがね、N3 で聴くとめちゃめちゃ相性がいいって、僕が買った時に騒ぎ散らしてたことがあって、あのマコトピーの方々にちょっとリツイートされたこともあったんですけど、マコトくんの曲はね、とにかく僕はおすすめだなって思うので、ぜひぜひ聴いてみてください。初のライブ配信楽しかったです。ちなみに大先生ってシュタインズゲートのセリフが似合いそう、笑い。以上、火曜日のお便りコーナーでございました。今週もたくさんのコメントありがとうございました。来週は、ハマちゃんがお答えしてくれます。たくさんのコメントお待ちしております。お相手は大先生こと工藤でした。それではまた次回。